行け行け、最後ここは味方にかけて行け、取れる取れ、みんなこの間に取る、おー、ナイスケよ、え、取れるんじゃない。はい、どうもひたまえずさい、今回はねクイーンを攻撃漏れにしてみました。攻撃漏れにすることによって、まあ、何がいいか、まあ、このスキル2の、まあ、防御力、あ、攻撃力バフが、まあ、活用できるんで、まあ、通常攻撃が強くなると。で、もしやられそうになったら無敵で逃げていく戦法。まあ、こっちもね、与えるダメージ増加の、まあ、3種メダル。まあ、攻撃力、攻撃力、攻撃力ということで、まあ、やっていこうかなと思います。まあ、こんな感じでね、まあ、自チームの他にいるときに、まあ、大体強くなると。いや、これ結構いいんじゃないかな。いや、やっぱりね、そのクイーンって、まあ、攻撃がね、この無敵スキルしかないんで、これさえ気をつければ、まあ、通常攻撃食らってもいいかなと見せかけたところで、実は通常攻撃がめちゃめちゃ火力高いっていう作戦だ。ただそれだけです。はい、ということで一戦目やっていこう。いやー、いいんじゃない、相手の火力盛り。まあそしてね、まあやっぱりこのスキルには状態異常無効もしてくれるんで、まあ防御力もアップしてくれると。あ、サポートはイーストブルーとアタッカーつけました。まあなので、まあ対策バッチシと、対策じゃない、火力に磨きがかかってると思いますと。まあということで生かしていきたい。まあ優勢なほど強くなると思うんで、もうこういうの取っちゃいますと。取っちゃって、オッケーオッケー。もう取っちゃって申し訳ないんだが、まあ、とりあえずここマグマ溜りジャスト回避して、さあいいよ、これで無、こ、あの、か、あの、あれっすね。オッケーオッケー。守りながらも攻撃できるから。これ無敵使っちゃいます。なんでかって、もうゲージ溜まるから、こういうの先に使っちゃって、ほら、溜まりきった。オッケーオッケー。こういう使い方ね、やっぱいいよ。うん、こういう使い方めちゃめちゃいいと思う。やっぱゲージによって使うか使わないか分けていくのもすごい大事。いててててて。いててててててて。おで、ナイス。一旦ここ避難して、旗握られてもいい感じでやっていきますから。で、お汁粉飲んじゃって、これでマグマは食らわないと。オッケーオッケー。なんならシーチで握っちゃっても、あ、握ってくれた。さあ、これはじゃあ無敵使っちゃおうかなと。これはもちろんのこと、ジャスト回避して、よいしょ、火力が高いんじゃ、いつもより火力は高いですよ、ボーン KO していく。いいね。で、そして無敵モンストロと溜まるんじゃない、溜まるんじゃない、溜まりきっちゃう。いいね、アタッカー。なんだなんだなんだ、あ、イゾーちょっとわからん。イゾロわからんけど、横移動すれば確かに、いいっていうのは覚えている。え、めちゃめちゃ良くない、めちゃめちゃ良くはないか。まあでもいい方、やべ、やらかした。やべ、やらかしたけど、多分裏に来てくれてるから、これね、こっち行っちゃいます。こっち行っちゃって、ヤマトの援護していきたいところ。さあ、今のジャスじゃないか。まあいいか、これ使っちゃって、ヤマトの援護していきたい。オッケーオッケーオッケー。これで味方の援護もできると。オッケーオッケー。今見た、なんか突っ込んできたけどさ、今クイーンのおかげで守ってたよね。え、守ってたよね、今。よし、これで吹っ飛ばして。え、いいんちゃう、やべ、これ取られちゃったか。これお宝エリア、あー、出てるわ。よく見たら。あ、でもいいね、火力盛りいいんちゃうの、これ。これは、中で入って、さあ、オッケー。ここはジャスト回避して、さあいいよ、一旦ここで、やばい。いやー、やべ、やらかした。ここでブーストは、ちょっと耐えきれない。まあだけど、みんなガン攻めしてるから、オッケーオッケー。さあ、その間に多分どっか取れそうだから、オッケーオッケー。ここも取れるね。まあでもちょっとまずいね、これは。ちょっとまずいんだな。まずいんだな。これ間に合うか。オッケー、間に合っていく。で、キットのところ見て、さあ、これはオッケー。はい。これ出ないようにしないとね。ここ。オッケー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 。オッケーオッケーオッケー。よろけ向こう生かしていく。よいしょ、オッケー、いいよ。いける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 、あと1個取ろう。あと1個取りたいんだけど、ここ守れないといけない位置なん。オッケー。でかい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 。いけるいける、ここからブーストでしょ。はい、これは取れますね。これは確実に取れる。痛い痛い、やばい。よいしょ、オッケー。ここ取れる、ここ取れる。はい、オッケー。完璧な立ち回りです。オッケー、ナイス。まあ、確かに1試合生き残れないな。はい、ということで2戦目やっていく。いいんじゃない。いや、まあ、1試合は確かに、まあ、生き残れない感じはするけど、まあ、でもね、さっきみたいに KO もできるし、まあ、攻めもできたじゃないですか。やっぱ味方を守りながら。このスキル1が、やっぱ味方を守りながら敵を吹っ飛ばしてくれるんで、さっきのあれ結構いい収穫だったんじゃない。あ、レイリーうま。あ、レイリーうま。レイリーうまいけど、ロジャー強。全然食らってないじゃん、今ので。さあ、ここはちょい残し。さあ、で、ここ守っていきたいんだけど、さ、バフバフ、バフバフクイーンの力をお見せしよう。さあ、ここいけそうだな。ここいけそうだから。さあ、変にね、俺絡まない方がいいと思うんだよね。さあ、ここは、オッケー、使っちゃおう。使っちゃって。あら、今、立ち爆くやつか。まあいいよ、オッケー、オッケー。さあ、ここで、決めちゃって。いやいや、こっち、オッケー、ナイス KO。で、ここ一旦、あー、裏行かれてるか。裏行かれてるけど、一旦ここは、行こう。さあ、ここ行っちゃって。
さあこれは一旦距離取りの OK。 いやこれ吹っ飛ばされるけど大丈夫なんですよ、あのゲージで。おい OK。 さあ一発二発よいしょ OK。 いいよ、いた、えあれ OK OK。 よろけ向こうが強いと一発、あゴロゴロ、いや嘘、よろけ向こうついてるから無敵スキル割り込めるわ。え強っ強クイーン、えクイーン良くない、やっぱクイーンってやっぱいいよね。で今回ね結構当たりフェスだと思いますね、僕の中で。一旦杯多いからこれ食べちゃって、もうか向こう入れちゃって、さあここからおらおら、あいオッケー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 、大丈夫大丈夫、もうか入ってないですからね。さあここは多分 KO できる、オッケーナイス。さあここでガン攻めしたい。これどっち味方、さこの杯うん、わからんわからん、あ二人とも、あらららららららあらららららら、いける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 、いや一旦守るか、一旦守ろうか、一旦守ろう、一旦守っちゃって、さあ無敵もたまるんで、いやでもこれ攻めた方がいいか、いや大丈夫大丈夫、こっちに一人引き寄せてるから、いやオッケーオッケーオッケー、いいよ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 、いやーちょっと待って、一旦ここは待機だな。さあはい、ナイス、いいね。じゃあおじるこでバフバフじゃ、バフバフクイーンの登場じゃ、あオッケー、やばい、あーでもこれ吹っ飛ばしあるんで、なんならちょっと握られてもいいね。じゃあしかし痛い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 、やらかしたー、ナイス。ここは終わり際をバーン、オッケー完璧。さあここは一旦守って、さあこれでゲージ溜まってるんでね、この間に。えでも意外と生き残れるな。で無敵が溜まりきると、はい完璧。さあいやどこで攻めるか、ここで攻めるしかない、いたさっきから味方の吹っ飛ばしめちゃめちゃ当たってるんだが、いてやばい、これは一旦お尻好んで、さあ無双モード入ります。さあここは俺に任せろと、はい、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、痛い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 、何もできてないとか言うな、何もできてないとか言うな。さあここはいける、ここじゃ、いけいけ、最後ここは味方にかけていけ、取れる取れ、みんなこの間に取る、おーナイスケよ、え取れるんじゃないこれ、やったーだから言ったやん、はい、ということで3戦目か、3戦目よろしくと。いやさっき良かったよね、終盤の、やっぱさ終盤攻撃でもやっぱこのスキル1結構強いよね、誰が旗握ってるかも分かんないし、ジャスト回避意外と難しいしみたいな、そんな感じで、いや全然全然、いや全然ありがとうありがとう。さあここはじゃあとりあえず行きますか、ちょい残して戦法で、さあ行きますか、このおしるこのね強さを皆さん見、痛い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 、あー裏行ってくれても全然ありがたいね。さあでも味方に任せてもいいな。さあここはあー戻ったか、じゃあオッケーオッケー、全然大丈夫全然大丈夫。さあここはジャスト回避を、ジャスト回避しちゃう、パパパーン、オッケー振動状態まとめてブラキオー、さあオッケーね、あなんか誰か吹っ飛ばしたな今の一瞬。さあやばい、二陣目がやばいんだが、結構崩壊してるこれ、あーナイス投魚、あ終わったわ、あぶねー。さあここはこれ間に合わないね、おーあー惜しかった惜しかった。さあこれは、はいはい、さあおしりこ飲んじゃって、バフバフクイーンの誕生や、ちょ待ってこれどうしよう、ディフェンダーってこういう時どうするオッケー吹っ飛ばーす、オッケー吹っ飛ばして、やばいよくわかんない風になってる、よくわかんない風になってる、これ立ち場からのカムサリって大体避けれないからね、オッケーとりあえず避けれた。さあオッケー、峠に吹っ飛ばされた、これこっち取っちゃおうかな、あっち行っても間に合わないよな、待ってロジャー多いのきつい、バフかかったらだってだいぶきつくなるキャラナンバーワンって言っても過言ではないですからね、やばいやばい、オッケーオッケーオッケー、ちょ待ってどうしようどうしようどうしよう、どこ行く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 、いた、いや気絶はまずい、オッケー、よいしょ振動状態、オッケーボーン、ナイス KO、でかい、闘魚もこれはスルーすると、闘魚に初めて勝てる、いやでも無敵スキル全員勝ってるか、うんそういう意味では。さあヤマトがこっち来てくれてるんで、ここ任せて、おしりこ飲んじゃって、さあいいよヤマトに任せちゃって、 C 地点行きたい、間に合え間に合え、オッケーオッケー、ナイスカウンター、オッケー一発二発、よいしょオッケー、火力火力火力よ火力。さあおしるこ飲んでるんで、あ切れたな、さあ今のは切れたんで、オッケー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 、痛い、でかい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 、とりあえず無敵をためよう、オッケー無敵たまる、いいぞいいぞいいぞ、ここ、いやマジで誰かのジャスト返された今、オッケーオッケーオッケー、いやしかし俺に任せろ、おしるこ飲め、やばいごめん、さすがに無理だ、でオルジャーレイリーはさすがにきつい、いやしかし試合には勝とう、大丈夫試合に勝てる、試合に勝てば OK、 いやーでもちょっと耐えきれないな、やっぱでも元々がね多分そんなに耐えられないから、無敵無敵で耐えるって感じだからね。さあここはとりあえず取れるね、 OK、 ロジャーなら取れるから、まあちょっとここ援護しつつしてもらいながら、2陣目もあっち行きたい、 OK、
ロジャーの邪魔しよう。タゲをこっちに向ける戦法だから。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス、作戦通りじゃない。よいしょー、オッケー、完璧。さあカムサリ大丈夫。さあいいぞ、これは勝ったな。オッケーオッケー、これはオッケー、カウンターしかない。オッケー、ナイス勝利。はい、ということで4戦目よろしくいやーおもろいクイーン、おもろい、マジでおもろい。まあでもちょっと耐久力がな。でもあとスキル1が、あとジャックとクイーン両方ともそうなんだけど、あの化け物、あもう恐竜になるスキルあるじゃないですか、両方ともなんか1段みたいな感じで、なんかシールドとか貫通できないんですよね。逆に言えばなんかシュガーとかはさ、なんかあれじゃん、なんかせこいじゃん、なんかせこいじゃん、あれなんかシュガーせこいじゃん。まあだけどなんかね、ちょっとクイーンはなんかクイーンシュガー、クイーンジャックはなんか別って感じで、なんか別にあれなんだよね。さあここはここオッケー、よいしょオッケー、そして両方とも怪我しちまえ、ういバケモン強い強いのよ。さあしかもこれで何あ、オッケーオッケー、吹っ飛ばされない吹っ飛ばされない。そして無敵スキルがもう溜まっちゃうんですよね、ゲージ。あれ、あもう溜まりきった後か。オッケーオッケー、さあ溜まっちゃう、これか、当たんない。え、当たる、体でかいんだよクイーンジャック、そこがちょっとあれなんだけど、これ当たんない。さあオッケー、うーんちょっとまずいな、ちょっとおしるこが欲しいぐらい、おしるこが欲しい、マジでおしるこ食べたい、おしるこ食べたい、おしるこ食べたい、食べよう。オッケー、おしるこ食べて、オッケー、杯はもう大丈夫。さあここジャスト回避して、うんうん、戻りたい戻りたい、ここオッケー、カムサリのタイミングバッチシ、いいよ、よいしょ、オッケー。まあ逃げられたか、まあこの間逃げられるんだけどね。あでもブースト中だから全然大丈夫。痛い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 、ジャック強っ、ジャック強い、待って、肉肉肉肉肉肉、急げ急げ、ブーストブーストブースト、あーオーマイガー急いで急いで肉食いに行くやつ。いやでも強いね、結構耐えられた方なんじゃない。いやーまあちょっと、まあでも耐えられてはないな、いやもうちょっと耐えたかったけど、まあやっぱ火力盛りにしちゃってるっていうのがね、まあちょっとあれなんだけど、まあでもヤマトを生かすって考えたら、まあ別に悪くないんじゃないこれ。うん、そう言いたい。ここええー、何今の、今まだ無敵中だったか、ちょっと待って、これまずいまずい、これはまずい。オッケー、ジャスト回避して、いっけ、まあ、あいや、いいいい、逆にいいかもしれない、相手のブースト前にジャックになったっていうのは逆にオッケーかもしれないが、とりあえず C 地点取られるねこれ。うん、 C 地点取られちゃうから、うーん、まあ一旦にじめ守りに行くか。まあオッケーオッケー、全然大丈夫よ、全然大丈夫、ここからここから。いやジャックがね、あのスキル1やっぱ強力ないよ。まあここは相手ブースト中なんで絶対攻めないところ。あーカムサリ向こう、あーやばいねあーやばいねこれは。うん、どうしよう、オッケー、間合い管理完璧で回避する、でその間にこれ取れる、ジャスト回避一発2発、さあ発、オッケー、ここは俺に任せろ、マジで任せろ、オッケー、味方に任せる、しかしごめん、あちょ終わった、臭いあワンチャン臭い、ワンチャンある、ワンチャンあるけど、ここじゃ無敵だ、最後やり返せ、吹っ飛ばせー、やだー、ごめんなさい。はい、ということでラストやっていこう。あれ、あこっち行こう、びっくりした、びっくりした、いやでもちょっと耐久力なー、まああと無敵中になんか違う旗行かれたりしたら終わりだから、まあしょうがないっちゃしょうがないんだけど、あこっち狙ってくるか、こっち狙ってきたら、でも言うておしるこさえあればレイリオン別に怖くはない。さあところで、さあちょっと鼻かいて、さあ一発二発、うー吹っ飛ばし、さあおしるこ飲んじゃって、はい回復、さあここから一発二発、はい、あえて隙を見せてあげよう、君にジャスト回避をする権限を与えるが、オッケー、火力やば、2万、そして無敵溜まると、オッケーオッケー、さあこのコンビネーションよ。さあオッケーオッケー、レイリー KO で C 地点貯めるか、 B 地点結構溜まってるから、まあ闘魚もいるし C 地点でいっか、まあ、とりあえず C 地点貯めちゃおう、貯めちゃって、さあここは無敵貯める、2陣目はちょい残ししてるからな、ちょっと怖いな、ちょい残しっていうか、まああれか、溜まってないから、オッケー、さあこれはここオッケー、スキル合わせ、無敵スキル強すぎ、無敵スキル14000、普通に火力やばいのよ。さあここはうん、おしるこ飲むか飲まないか、飲む必要は別にないんだよな、あやばい裏、ちょっと待ってね、さあこれは回避ます、よろけ向こうついてるんだったこいつ、おらオッケーオッケーオッケー、とりあえず倒しちゃって、これ闘魚同時に来そうだな、取ったと同時に来なかったわ、オッケーオッケー大丈夫大丈夫、うーん C 地点、ま、あ C 地点大丈夫だな、
ドフィーだし、ドフィーレイリーミラーだから別に怖くはないと。じゃあここちょっと任せちゃって2陣目守りに行くか。あそこ C 地点2陣目をここしっかり貯めておきたい。しっかり貯めといてヤマトを警戒して、でレイリーいないから別にお尻好む必要もまだない。さあここら辺で入ってもよし。ちょっとさ、相手に取らせてから無敵スキル打ちたいんだよね。さあそこがあるんだが、さあブーストきた。さあブースト中のこれはえぐいよ。さあ、あえて取らせてあげる。オッケー、あえて取らせてあげて、これでみんなを吹っ飛ばして永遠無敵だぜ。オッケー、でこれでもう、あれいたか。オッケーオッケー、でも吹っ飛ばされないから大丈夫。お尻好んじゃうもんね。 やばい、飲めなかった、ごめん。4万4万、火力やべえやべえ。チョッパーもやっぱゾーン系の素質あるね。いやゾーン系なんだけど、素質じゃなくて、うん、普通にゾーン系なんだけど普通にゾーン系なのよ。さあ2陣目か、2陣目おでんも来てるからこっちやな。さあこれは闘魚に任せて OK 大丈夫だね。さあここは、あーすごいすごいすごいやつ、すごいやつ起きてる、わけわからん。 OK とりあえずこれは当てちゃってカウター。 OK 気持ちいい。であと裏ゲッターいないんで、あとヤマトだけだね相手の。オッケーオッケー、カウンターだけ引かないようにしないとね。さあオッケー、まずい、はい終わった。くそ、ナイスレイリー、大ヒーロー君、 MVP です。